聖書新約聖書18ページ、マタイによる福音書10章26節から31節。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできないものとも恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。今のスズメが一アサリオンで売られているではないか。だがその一羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。祈祷します。全能の地なる神様、皆をあがめ賛美いたします。一人一人あなたに名前を呼ばれ、さまざまな形ではありますが、それぞれの場所で礼拝できることを感謝します。世界中の人々が新型コロナウイルスの感染による影響で窮地に立たされています。これから先に待っている不安も拭いされません。弱い私たちは醜い部分をあらわにして誰かを傷つけています。お許しください。また行動を制限されることで心持ちも小さくなってしまい、どんどん自分を狭く苦しい状況に追い詰められてしまうこともあります。どうか助けてください。不安な気持ちは変えられないかもしれませんが、まずはあなたがイエス・キリストがそれを誰よりも知ってくださり、そのことを私たちが気づいて、どうかあなたによって励まされていること、慰められていることを気づかせてください。世界中の人々、家族を、友人を、あなたによって希望を与えください。今から語られる横山牧師を、また御言葉を授かる私たちに豊かな聖霊をお与えください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げします。アーメン。私たちは今ここにいます。どうしてここにいるのでしょうか。そうです、この地上に生まれて生きて存在しているからです。私たちを本当に作られた方はどなたでしょうか。聖書から受け止めてみたいと思います。創世記の一章一節、はじめに神は天地を創造された。創世記の一章の27節、神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。このようにある通りです。私たち一人一人をお作りになった方は神なのです。それを受け止めて今日の聖書の箇所に触れていきたいと思います。マタイによる福音書を読んでいます。イエス様は各地の
町々や村々を回って宣教していきました。神の御言葉を語り、数々の癒しを行われました。その様子をイエス様は、人々は飼い主のいない羊のように言われ果て打ちひしがれていたと言い、深く憐れまれました。そしてご自分の働きを今度は12人の弟子たちを選び委ねようとしています。宣教に出る12人は12人の弟子たちに必要なことを語り教えるのです。イエス様はまずイスラエルの家の失われた羊のところに行くようにと言われます。行って天の国は近づいたと言って述べ伝え、病人を癒し死者を生き返らせ悪霊を追い出しなさいと言われます。イエス様は12人を宣教に使わすにあたり、私はあなた方を使わす、それは狼の群れの中に羊を送り込むようなものだと言われるのです。さまざまな困難や迫害が起こることを伝えています。さらにあなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれ、総督や王の前に引き出されること、兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろうと、また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる、しかし最後まで耐え忍びなさいと厳しい内容が語られています。考えてみればイエス様のことを宣教するということは、人々に自分が罪人であることを認めさせることです。自分の本当の姿、罪人であること、神の裁きの中にあることを伝え認めさせることです。そのためにこそイエス様はこの世に来られ、十字架におつきになり殺され、墓に葬られ、三日目によみがえられたのです。十二人がイスラエルの失われた家に行き、イエス様を宣教することはそのようなことを意味します。多くの困難と迫害が待っています。実際にその通りになりました。このイエス様を宣教するということは、考えてみれば私たち教会の本来の役割です。教会がこの世界に立っている、その理由になります。神の子を救い主イエス・キリストの救いを人々に伝えていくのです。本当に厳しい道です。多くの困難と迫害が待っています。キリスト教の教会の歩みは、その多くの苦難と迫害の歩みだったということもできるでありましょう。そして今日の聖書の箇所になります。ここでは恐れるなという言葉が何回も出てまいります。またここでは本当に恐れるべき方は誰かということになります。ここだけではなく、私たちは何を恐れて生きているのでしょうか。私たちは人々の目を気にしながら生活していくことが多いと思います。自分もそうですけれども、どうしても周りの人々の目が気になってしまうんです。自分はどのように思われているんだろうか。そのことが私たちの、自分の判断の基準の大きなものとなっています。イエス様は弟子たちに、そして私たちに、本当に恐れるべき方は誰かと問われるのです。そして聖書の中で、覆われているものは覆われているもので現れないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである、私が暗闇であなた方に言うことを
明るみに言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさいと言われるのです。イエス様は人々を恐れてはならない、人は体を殺しても魂を殺すことはできない、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさいと強く弟子たちや私たちに言われます。この世界、私たちの住む世界を見ると、権力者がいて、それに従わない前、それに従わない者は、場合によっては死刑にされることがあります。それが歴史が、そういう歴史が続いています。そして恐れてしまうんです。でもイエス様がここで言われているように、言われているように、人は、この世の権力者は、反対する人々を肉体的には殺すことができます。しかしその魂までは殺すことはできません。イエス様が言われる本当に恐るべき方、神は私たちを魂も体も地獄で滅ぼすことができるお方なのです。その通りです。最初のところで神によるこの世界の創造、人間の創造について関連する聖書の箇所をお読みいたしました。聖書によってこの世界の本当の支配者は神であります。本当の権力者は神です。神を恐れるということは本当に大切なことです。でも私たちの魂と体を地獄で滅ぼすことができるお方は、そのことを本当に全く望んでいません。逆に私たちの魂と体を地獄で滅ぼすことではなく、天の国において救い、永遠の命を与えることを望んでおられるのです。そのためにこそ神は一人子であるイエス・キリストをこの世界に送り、十字架につけられたのです。神は愛するお方です。イエス様は次のように神の私たちの愛について、配慮について語られます。庭のスズメが一アサリ読んで売られているではないか、だがその一羽さえ神の許しがなければ地に落ちることはないと。一羽のスズメは当時の人間の価値には入っていませんでした。二羽揃って初めて一アサリオンというその価値が人間によってつけられていたのです。しかし神はしっかりその一羽のスズメさえも価値の中に入っているのです。このアサリオンというアサリオンは当時使われていた貨幣の一番小さな単位です。次にあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられているとあります。朝起きて洗顔するときに自分の頭の髪の毛を見ます。そして顔を洗うときには髪の毛を櫛で溶かします。すると髪の毛が何本かが落ちていきます。を思わず、を神よと言ってしまいます。毎日毎日自分の髪の毛とさよならします。を神よ、今日もお前もかというわけではありませんけれども、でもまだ私の頭の上には髪の毛があります。もちろん生えてくるのでありますけれども、その自分の髪の毛、それすら自分でその全てを数えることはしません。でもその一本一本を神様は数えておられる。今日、抜けていく髪の毛、そして新しく生えてくる髪の毛までも神様は数えておられる。そのように神様は私たち一人一人をそこまでも見ておられるということをイエス様はここで
例えを通してこう語られています。神様は私たち一人一人の全てのことをご存知なのです。そして私たちが生きる中で本当に何を見て何を基準して生きていけばいいのか示してくださっています。改めて私たちが生きる中で何を大切にし何を恐れて生きていけばよいのかをこのイエス様の言葉から学び生きていきたいと思います。本当に私たちが恐るべき方は人ではなくて神である、私たちのすべてを知っておられる神であることを覚えたいと思います。お祈りをいたします。神様、あなたは私たち一人一人を作ってくださいました。そのことを忘れてしまい、私たちは周りの人の目を気にして生きていることがあります。本当に大切な知恵を与えてください。あなたを恐れること、それがどのようなことであるかを弱い私たちに示してください。この願いをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。